まあ、クラルト。へえ。ああ、クラルト。ああ。60中ごてなの。そう。残ったらもう6センチ、7センチ。自身長。いや、おい。将来の愛やけんね、自分の姿と一緒やけんね。折りがごてこし、折りがごてこしは使えらんけん、もうちょっと少なかろうじゃん。どんどん縮めよう。いかんねん。はい、やっぱ腰曲げるけん。腰は使わけんだろうね、余計身に多かったろう ね。かがむ仕事も多かろうけん。おお、多かった。ごめんね、ありがとう。ダンプはどこに配置っていうか。マーク型の横だ。家の方に。正明が田中。いや、もうマークの地に戻して。うん、よかつ。おいが変わるけ、おい別に戻ってきたんで。正明かと油入れになったな。いや、そんなマーク。いくらかな。いくらくらいだと。期間がわからんね。なかなかの何もんね。なんか久々見た。そこが今年は5000キロからのものとしてしかも新品やけど。出てるね、すごかったね。こういう中が何度も出てた。一箇所だけ。今の時珍しく出会ったな。ここは春続き。見るとってやっぱ違う。いや、何だったんかな。やおいかんやろ。いや、動かんつね。動かん、簡単に曲がれることあるかって意識かけて。曲がらんつか。やけ、やおかね、やおかでとことんやおかがよかった。ああ、まだね。で、たまってほら、水たまって。ああ、去年のことで、うん、そしたら、キャタにも泥は使ってた。一番まとわりつったよね。あらんとこあれにかそこいが。思っちゃって、この後にすぐさ、肩が田中にちゃぷちゃぷ水溜まった田中の星がさ。この後か。そしたら、キャタンだいぶ綺麗になるのさ。待って、今年中ろ。だって中干しがね、しっかりしてる田中はさ、ある程度いくとさ。しっかりしとるのさ、じわ。
ったっていう。もう毎年あいや、水浸し。いや、大体ここ肩こったら大体1段高くて、大体水よきるとかさ、やってる。今年はなんでか、しさっきの水きっとるんだろ、雨降らんと思ってさ。あー下がったことがあるんですよ、余裕かますことは。
来たのと、ああ、送られるとあら、まだここに来たの、まだ貼られちゃね、そこね。チーズを貼れるのか、沈む。ゆるみさんの目的を。